八甲田山のロープウェイ乗り場に来ました。本当はロープウェイに乗って上まで行こうかなと思ってたんですけど、今日は天気がそんなに良くなくて、紅葉の時期にも少し早いので上まで行くのはやめようかなと思います。ちなみにロープウェイなんですけど、往復で2000円になります。青森市の B 級グルメに味噌カレー牛乳ラーメンっていうのがあるんですけど、このラーメンは味噌ラーメンのスープにカレー粉と牛乳を入れたものみたいです。今回は河原さんに来ました。最初このラーメンの名前を聞いた時は、すごい組み合わせだなと思ったんですけど、カレーの味が牛乳のおかげでマイルドになっていて、思ってたより食べやすかったです。スープはサラサラしてて、カレーの泥っていう感じは全くなくて、ラーメンとしてとても美味しかったです。
ブタの家ワラセの隣にある A ファクトリーに行ってこちらは買いました。結構いろんなものがバラ売りで売ってました。このフリーズドライのリンゴなんですけど、見た目がもう本当に輪切りしてそのまんまのものです。道の駅浪岡アップルヒルのお店でこちらを買いました。こちらが王林のジュースになります。王林の他に富士を使ったジュースもありました。あとこちらのお菓子です。カスタードクリームとリンゴを使ったアップルソースが入ってます。